今日は柳原先生に和食の魅力を伝えたい和食の魅力について、料理やお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、昨年10月22日に東京で和食の魅力パネルディスカッションを開催しました。10年を経って和食というのがどんな感じに変わったと。10年の和食の変化って言っても2つに分かれると思うんですね。日本の国内の話、あと国外の話。今国外の話、テレビのニュースでも、ね、インバウンドで日本に来て一番やりたいことは何ですか。日本料理を食べたい。で、そういうふうにして日本のこのユネスコ文化遺産を取って、そしてこういう海外にいろんな私たちがね、食の発信ができるようになったんです。この10年間でも外国の人からの日本料理の見方というのはだいぶ変わってきています。今度は国内に顔を向けてみると、ちょっとその逆にその外国の人ほどこう逆に和食っていうのが家庭の中で少なくなってきちゃってるかもしれないなっていうのは僕の中で感じているところでもあります。やはりこの食文化っていうのは伝えていく、ね、だんだんと途切れず伝えていくことによって伝わっていくものだと思いますんでね、次の10年はそれに私も命を懸けてやっていきたいと思っています。今日は先生に和食の魅力ということで2品選んでいただきました。はい、1品目が金沙流の追い込みちらしとハマグリのお椀を作っていきたいと思います。はいはい、まずちらし寿司なんですけど、上に乗せる具とあとはご飯の中に入れる具、ね、2つあります。で、今日はまず最初にご飯の中に入る具から紹介していきましょう。これね、人参で千切りにしてます。そして次、干し椎茸、これも美味しさが出てきます。軸を取ってもう薄切りにしてください。油抜き、お湯をかけてね、油抜きして縦半分に切ったものをこう細くこう切ってあります。昆布と鰹節の出汁ですけども、今日するのは追い込み煮という煮方なんですね。追い込み煮というのは同じ鍋でだんだん味を変えながら煮ていく、汁を無駄にしない煮方なんですね。まず出汁の中に醤油と砂糖が入りました。で、ここでまず最初人参を煮ます。人参はまあこれ自体に人参自体にも甘みが、火が入るとね甘さがありますので、で今この間にご飯炊いといてください。はい、そしたらこれ追い込み煮なんですけども、これいいのかな、揚げちゃいます。で、下にボウルか何か受けてね置いとくといいでしょう。これはこれで取っといて、この汁が重要なんです。人参の甘さが出てきて、そして、また美味しい出汁になってるわけですね。この人参自体の出汁が出てます。椎茸にも少し味をさらにつけたいんで、醤油とお砂糖が入ります。段階的に味が濃くなっていくんですね。で、椎茸煮ましょう。これで追い込みっていう意味なんですね。そう、これで追い込んでいくのね。こんな感じで、色がついたやつつきましたね。そしたらこれまた揚げます。椎茸にもちょっとこう人参の旨味が加わってるってことですよね。で、次は人参と椎茸の旨味の出た汁で油揚げ。で、やっぱ甘い方が美味しいんでね、砂糖入れます。あと醤油が入って、これも江戸の煮方だよね。もうさーっと煮ていいですから、これあまりグラグラ煮る必要ない。あんまり煮すぎるとね硬くなるんです、これ油揚げって。はい、じゃあご飯の方に行きましょうか。寿司飯です。その時使うのは米酢ね、お酢にちょっと薄口醤油を入れてください。これ何してるかっていうとね、味もそうなんですけど、目安、どこにお酢があるか最初分かんないでしょ。それがお醤油が入ることによってどこにお酢がありますよって教えてくれるわけです。入れていき、ざーっともう入れちゃいましょう。これは炊きたての熱いうちに、そう、熱いうちにやんなきゃダメだよ。寿司酢を入れるのがポイントですね。そう、冷めてたらね、これこんな酢入っていかないから。そしたらこの中に具を入れてしまいましょう。ポイントは必ずご飯がそれこそ熱いこと。で、全体にこう具が混ざったらそれで出来上がりです。仰ぎながら混ぜなきゃいけないから大変って人いるけど、それは大間違いです。で、寿司屋さんでも混ぜながらやってる人はいない。なぜかっていうと、これね、冷ますことが目的じゃないんです。何してるかっていうと、ご飯の周りのその酢とかそういったものでコーティングしてあげる、ね、そうすると見てると分かります。ツヤ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 してくるの、ご飯が。で、仰いだらこうやって濡れ布巾ですね、乾かないようにだけこういうふうにして置いといていただければ。そしたら上に入れる具、今日は五色
ね、5つの色を入れていきます。絹さやですね。絹さやはこれ湯がいて、そしてちょっと斜めに千切りにしています。そして、これレンコン、酢レンコンです。皮を剥いて薄切りにして甘酢につけてください。海苔のちぎった海苔と、あと紅生姜、これも市販のもの今日は使ってます。卵は殻を取ってねください。でそこにちょっと砂糖を入れます。砂糖を入れると黄色が強くなります。また味もね、きますから。はい、そして火が入ってきたなと思ったら箸を今度1本に持ち替えます。でこういうふうに上から持つといいでしょう。上から持って角のところからちょっとこう入れてね、動きやすくしたら箸を上からくる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 っと、だいたい7対3ぐらいのところまで持ってきて持ち上げます。で持ち上げたらひっくり返してまた元に戻して、でさーっと炙ってください。素晴らしい。素晴らしいでしょ。素晴らしいですね。これをね、この大きさだったら横の4等分ほどに切って、だいたい4センチぐらいでしょうかね。の切ってこれで切っていきましょう。今日のこの塗り物は春慶塗りといって飛騨高山の方の塗り物です。この五色っていうのは、これは春夏秋冬を表しています。春は緑ね、青春ね、青春。そして赤は夏、初夏。白、白秋ね、白い秋。そして、黒が厳冬、厳冬。クロートのね、冬と書いて厳冬。そして黄色は黄道といって太陽の道筋のことを表しているんですけども、これは季節と季節の間ね、土用だとかそういった季節の間を表しているとされています。レンコンをねこう並べていってください。そして、緑もう2つ入ったらねもうこれで大丈夫です。卵、最後紅生姜で、ポイントは少しご飯を見せてあげてください。それで真ん中の方にちょっとこういった海苔をね散らしてあげるといいでしょう。これでまあ五色というね季節感のネームがこう表せる、ちょっと汁の方に移っていきましょう。水の中に、分量の 900cc かなに昆布1枚入れてください。そしてハマグリを入れます。でハマグリ、こう石と石とぶつけてるような音、聞こえるかな。これですとなんか生きてます。もしねポコポコポコとかなんかもっとなんか空洞のような音がしてるとなんか死んでる場合あります。貝類全部なんですけどちょっと臭くなるんですね。だから1個死んでると全部汁ダメになっちゃいます。ほとんど口が開いてます、ね、ほとんど開きました。これね開いたらもう昆布取り出してしまっていいです。ひと手間ですけどやっぱりね砂があるとちょっと口にジャリってするんで、そうこういう感じでね出汁が取れました。沸いてきたらここにお酒入れてください。そして薄口と塩とで味をつけていきます。皆さん塩も入れていきますね。味見したいです。はあ、美味しいね。つゆを少しもらってね、そこにみりんと薄口をタラタラーっと、ここがここが、はい、タラタラーっと菜の花を入れてちょっと温めてください、ね、ハマグリ出しましたね。ハマグリを持ってで菜の花がちょっと温めておいてくださいね。やっぱり緑が入るとなんか春らしいですね。やっぱりね菜の花は。あと江戸野菜のウド入れましょう。でこれ皮を剥いてください。で皮は皮でこれ刻んできんぴらとか、これは生で、ね、生で食べられます、うん、なんでこれをねこうちょっと短冊にして、まあ、これ春なんでも木の芽が入りましょうかね。はい、はい、これで今日ねこの2品がありがとうございます。